じゃあ、そのブライアン・マクナイトさんの代表曲の一つだと思うんですけど、ワンラストクライという曲を聴いてください。スペシャルゲストをお呼びしまして、バンド体制の楽曲をやっていきたいと思います。それでは、ギターのケンちゃん、ドラムのダイちゃん、そしてベースのツカさん、どうぞ。ちょっとこのセッティングしてる間を、使いまして、なんかブログ、僕のブログにも書いてたんですけど、なんか僕の音楽やってる中で、心の師匠と呼べるアーティストの方が何個目かいるんですけど、そんな話をちょっとしてみたいなと思うんですが、僕は中学3年生の時に、文化祭に向けてバンドやり始めたのが最初なんですけど、そのバンドをやってた時代っていうのに、すごくハマってたのが、カナダのロックシンガーで今も、活躍されてるんですけど、ブライアン・アダムスさんという方
あのそのブライアン・アダムスさんがすごく好きで、あのロックポップみたいな感じのやりたかったので、私はそういうのもやってました。で、まあ、あのバンドの時はすごいいろんなバンドやってて、あの洋楽のプログレ的なのもやったし、あの女性のボーカルの人入れてジュディ・マリとかもやったし、まあ、その時はあの僕はギターをやってたんですけど、まあ、そういう期間が何年かあって、でちょうどなんか1999年ぐらいなんですけど、ヘイヘイヘイあるじゃないですか、ね、ヘイヘイヘイ見てたら、あのエンディングで徳永英明さんの暗い歌があの頃のみたいな暗い歌があります。なんかすごいヘイヘイヘイにこのテンションの歌がすごく合わへんと思って、でもなんかすごいそのプロモーションビデオが一緒にかかってるんです。それがすごいかっこよくて、でなんかそこからねベスト版とかも買って、じゃあ徳永英明にすごくハマりまして、でちょうどその頃にあのバンドも、どうしようかなみたいな時で、そこからちょっとじゃあ一人でやってみようかなと、そこから考えるのなんかこうそれまではこうギターで何かを表現するという感じだったんですけど、なんかやっぱりこう歌詞があって歌を歌いながらこう表現するっていうのが一番なんか直接的かなっていう感じがして、そこからもうソロで活動するようになりました。でもう結構長いことソロでもうこの間数えてたら12年ぐらいになってたんですよ。 10年まだかなって10周年のなんかライブショーかなと思って、12年ぐらいって超えてしまってたんですけど、ね、なんかそんな感じしてる間に今みたいな感じで洋楽にハマりまして、それまであんまりこうちゃんとスタンダード系のバンドとか全然聞いてこなかったんですけど、ここに来てすごいやっぱりスタンダードの方がすごいなと思いまして、なんかそんな感じでね、そのまあブライアン・アダムスさんとか徳永英明さんとか、そしてブライアン・マクライアンさん、なんかその心の師匠を呼べるようなすごく影響を受けてる人なので、いる時っていうんですか、なんか自分の中でもちょっとこうやろうとしてる音楽が変わってる時があって、まあこうやって洋楽を歌っている中で、ね、最近さらにまたジャズの方があまり出してます。ちょっと来年はジャズみたいなのやってみたいなと思ってるんですけど、やってみたいんですけど、自分の手になんかできるまではないかもしれないですけど、まあまた、ね、来年もいろいろやってる感じなんですけど、どうぞオリジナルをまた歌うことも来ると思っておりますので、ぜひ来ていただければなと思います。さあ、自分の方がどうでしょうか。だってみんななしだもん。ちょっと今日はリハをするためになるかな。今日は本当にクリスマスにもかかわらず、エブリィさんの方も、会場をしていただきまして、綺麗な飾り付けもしていただいて、本当にね、いつも毎回毎回売り上げの一部を出募金してくださったりとかしていただいて、ウェブリーさんどうもありがとうございます。今日はウェブリーさんのためにも皆さんの方で飲んでしちゃってくださいね。どうですか？いけそうですか？まあ、どれで